2008年の第1問と2009年の第1問を並べて書いてあります。でまずパッと比較してみてほしいんですね。2008年の方は1行ちょっと、2009年の方は2人の会話になってます。ですから、文章の量が倍ぐらいに増えてますね。実は2008年と2009年の間に断絶があるんですね。問題の出題傾向が変わってきてます。以前は分かってますか、ね、これは決まりきった言葉を入れるんだから知ってるでしょということで知識問題、こういうのを知識問題、知ってるかどうか知識を問う問題が中心だったんですね。だからこのフレーズの中でここに何を入れたらいい。ここの役を一生懸命やるならば、前半と後半をしっかりヒントにして解いていかないとこの言葉の意味は分かりませんよ。あぶり出して前後からここを拾っていきなさい。前後関係から推理するんですよってことがこの中に問われているわけですね。同様に第二段落の中身も前半のアンダーラインを引いてないところ、それから後半のアンダーラインを引いてないところ、これを情報にしてこっちから拾っていきなさいと、こういうことです。で割と読みやすいところ、割と読みやすいところ、そして読みにくいところがアンダーラインが引いてあるということですから、だいたいこんなふうになってます。そうするとここのところの情報をさっさと拾ってここを見る、そして分からなかった。逆数の和を考えたいとき、こういうふうな場合にはもう無条件で相加相乗を使ってやると。まあ、これがキーワードになりますね。和と積の関係、正確に言うと定数倍の和と積の関係を調べたいとき、逆数の和、定数がかかっているけども逆数同士の和、これを調べたいとき、この場合は無条件で相加相乗の関係